さあ皆さんこんにちは、ノッツオでございます。ということで今回もドラクエ 11S やっていきたいと思います。ということで今回やっていくのが9かな、9の祭壇に行きたいなと思います。前回8のね、祭壇に行ってちょいとクリアしたのが2つあるのかな。夕暮れのラパンパハウスっていうのはまだクリアしておりませんと。なんかゼシカの性格が変わったから、その性格の本をね、まあ探してきてくれってお母さんに頼まれたんですけども、前回豪傑となんかエッチな本を渡してちょっと性格をコロコロ変えてね、ゼシカで遊んでましたよっていうのが前回でございますと。はい、ということで今回やっていくのは9ということでやっていきましょう。石碑には星空の祭壇と書かれている。ここから冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか、ということで、まあ、9はね、俺が中学時代の時になんかめちゃくちゃ流行ってたなーって感じがするわ。はい。天使界見えざる魔人の道、立夏の宿屋。この立夏の宿屋でね、パパスがね、元気になると思うんで、ちょっと今回結構多いかもしれないですね、やることが。はい、ということで天使界行きたいと思います。じゃあ行きましょう。はい。それこそ、あれだよね。この、今、その、ベロニカがギャルの格好してるけど、このギャルの格好してる女の子が、9に登場するよね。天使が住む場所か、今までいろんな場所を訪れてきたか、とうとう天国まで来るとはな。ロチ族が言っておったが、ここは天使たちが住む神聖な世界なのだそうだ。この人生を全うする前に、天使の姿を見ることになろうとは、人生何が起こるかわからんの。おお、この世界でも大気をたたえ祀っているのか。我々の世界と同じだな。ああ、ごめんなさい、大丈夫よ。ここは高い場所にあるから、少しクラクラしただけだから。あ、そっか。高所恐怖症だった。中央にある大気からは、なんだか神秘的な力を感じます。少し命の大地と似ていますわ。随分と高い場所ね。天使ちゃんたちはここから地上の様子を見守っているのかしら。見てよ、ノッツォ。雲があんなに下にあるわよ。ここってそんなに高い場所にあるのね。手を伸ばせば雲に届かないかしら。ねえ、ノッツォ、ちょっとあんた、触れるかどうか試してみてよ。めちゃくちゃ無茶なこと言いやがるな。でもさ、神の民の里もこんぐらい高いよね、でも言うても。一緒ぐらいでしょ。神と天使。天使界の中心にあるこの大きな木は、世界樹と呼ばれているんだ。ああ、世界中。でか。人間たちから星のオーラを受け取り、世界中に注がれる。それが天使たちの務めなんだよ。それをスライムが教えてくる。わあ、これなんか見たことあるな、この真ん中の人。俺ね、9はちょっとだけやったことあるんだよね。あれだよね、主人公とで、他仲間はなんかもう一回自分でリメイクして作るみたいな、そんな感じだよね、確か。どう考えてもおかしい。手にしていた女神の果実が消えるなんて困った。どうすればいいのだろう。君はまさか人間。なぜ人間がこんなところに。いや待て、人間だったら私の姿が見えるはずがない。私は夢でも見ているのか。それにしてもどうしてこんなところにいる。私に何か用か。あ、来た。天使界に住むイザヤールは女神の果実が消えて困り果てているようだ。王主、星のオーラってなんだそれ。だいぶ抽象的なものをもらえるな。私の困りごとを解決しに来た。ははは、そうか。私をからかっているのだな。まあいいや、せっかくだから頼んでみよう。女神の果実という、金色の金色の果実が一つ私の手から突然消えてしまったのだ。私なりに気配を探ってみたのだが、見えざる魔人という言葉が浮かんだだけで、それが何を示すかまではわからなかった。ほとんど手がかりがなしという状況だが、どうでも探せると言うなら探してみてくれ。もし見つけられたら礼を弾んでやろう。天使界に住むイザヤールに消えた女神の果実探しを頼まれた。女神の果実の気配を探ったところ、見えざる魔人という言葉が浮かんだとイザヤールは言っていたが。何のこと？あんな消え方をするとはただごとではない。だが私は管理している間は消えたのだから私の責任だ。女神の果実は天使界の宝、絶対に見つけ出さなくてはならん。見えざる魔人という言葉が浮かんだ。これはここでまだクリアできる話ではないのか。
ラビエル、女神の果実には食べた者の願いを叶える力があるんだ。よからぬ者の手に渡れば大変なことになる。そういえば地上にある洞窟に突然恐ろしい竜が現れたという情報があったな。イザヤールがなくした女神の果実と関係があるのかもしれん。もし地上の洞窟へ行けるなら行ってみるのも手かもしれん。どうした？何か話が合いそうだな。ふむ。天使の着付け薬を知っているかだと。もちろんだ。魔物がいたずらをして人々の正気を失わせるのはよくあること。それをいつでも治せるように天使なら誰でも持っている薬だが、それがどうかしたのか？ノッツはラビエルに正気を失ったように結婚に反対する人たちのことを話した。ああ、これ3だ。勇者の実家っていうとこね。なるほど、君は薬を探しに来たのか。急に人が変わったということなら確かにこの薬の出番かもしれん。持っていけ。それ一本で町一つ分くらいの人たちを治せるぞ。天使の着付け薬を手に入れた。勇者の実家にいる女性に届けよう。おー、待て。地上にある洞窟に突然恐ろしい竜が現れたという。地上ってなんだ？これナインの地上なのか、俺の世界の地上なのか、またはた違う世界の洞窟なのか、わかんねえ。さあ、ということでやっていきましょう。さっき着付け薬もらったんで、この人に渡しましょうか。お待ちしておりました。もしかして天使の着付け薬が手に入ったのですか？よかった、天使の着付け薬が見つかったのですね。早速皆さんに使ってみましょう。結婚に反対しているのは本心からか、正気を失った行動か、明らかになるはずです。待て。なるべく穏便に済ませようとしたのに、なぜ余計なことをするのだ。それを使われたら私の魔法が解けてしまう。えい、町の者たちに反対させて、なんていうまどろっこしいのはもうやめだ。お前たち全員を皆殺しにしてでも、結婚だけは絶対にさせんぞ。なんでこのポットで魔法の手先。じいさんや、ただの。じいさんの、ただのじいさんなんだけど、ちょっとめんどいから、まあ、いつも通りにさみ、いや、一回これ、氷結やってみるか。凍結、侵害戦で、あとはもう燃やそう。お前、その目って見た目で、あ、よ、弱い。さすが手先。ぐぐ、その女が、オルテガと結婚すれば勇者が生まれてしまう。それだけは何としてでも止めたかったのに。まさか魔物が私たちの結婚を邪魔するためにやっていたなんて、魔物に正気を失わされるなんて、町の人たちにも迷惑をかけてしまったわ。天使の着付け薬で戻してあげないと。ノッツォは天使の着付け薬を渡した。でもあの魔物優しいよね。結婚反対させるっていう手段を最初に取るっていうのがなんか優しさがあるよな。最終的に殺そうとしてくるから、まああれなんだけど、女性が天使の着付け薬を使うとアリア藩の人々が正気に戻った。なんと私たちは魔物に惑わされていたのですか。急に結婚に反対しなければならない気になったのは魔物のせいだったのですね。そうじゃ、オルテガほど立派な男はおらん。二人の結婚に反対する理由などないわ。よかった、わしの息子が皆に嫌われておらんで、こうして結婚を祝福してもらえてよかった。ありがとうございます。町の人たちを正気に戻せたのはあなたのおかげです。お世話になったお礼にこちらの品を受け取ってください。金のロザリアを手に入れた。そういえばあの魔物、オルテガさんと私が結婚すると勇者が生まれるとか言ってましたよね。魔物たちはオルテガさんだけでなく、その子孫まで警戒しているのでしょう。私も家族を守れるように作らないと、強くならないと。天使会に来、ラビエルに天使の着付け薬をもらった。勇者の実家にいる女性に天使の着付け薬を届けよう。よかった。オルテガさんと私が結婚すると勇者が生まれるというあの魔物の話が本当なのかわかりません。でも魔物たちがオルテガさんだけでなくその子孫まで警戒しているのはわかりました。家族を守れるように私も強くならないと。そして大きな試練が待ち受けている我が子を優しく包み込んで強く育てていきますわ。
迅速ほっとしたわ。わしの息子がみんなに嫌われておらんね。こうして結婚を祝福してもらえてよかった。それにしてもなぜわしや娘を惑わせなかったのじゃろうか。わしらを惑わせれば確実に結婚やめさせられたのに。確かに。うーむ、あの魔物が丸気だったか、わしらが惑わしの 魔法に耐えたか、どっちかじゃろうな。ああ、この人が高潔の秘訣持ってて、もともとは暗い性格だったんだけど、明るくなったらしいよ。オルテガさんは誠実だし、人望があります。彼と一緒になればきっと幸せな家庭を築けますよ。オルテガさんは武骨ですが、情熱に溢れた人です。彼の前ではどんなに熱い愛の歌も、色あせてしまうことでしょう。もうすぐ結婚式じゃめでたいの。わしゃ最初からあの二人はお似合いだと思っておったんじゃよ。お、来た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 。これで3を完成させたから石像が出てきたというわけでございますな。よっしゃってことで、ちょっとわかんないところは一旦飛ばしいの。洞窟ってさ、竜が現れたっつったらもう、おむすび産地の、あれなのかなって思っちゃってんだけど、洞窟とかいう名前のやつって、ないもんね。どこだっけ？迷いの森でもないし、あるとすれば、このパデキアの洞窟なんだけど、恐ろしいドラゴンが現れたなんてことはないから、下手したら、あれかな。あれかもしんない。ちょっと行ってみるか。一旦行ってみるか。さあ、ということで、わかんないんで、まあ、もう次行きましょうか。わかんないんだったら、もう次行こう。次行こうか。見えざる魔人のみ。あれ、魔人って言ってなかったか、そういえば。魔人がうんたらかんたらって言ってたような気がするんだけど。まさかここなのか。いや、そりゃそうだよな。地上の話っつったら、まあ、星空の祭壇、まあ、ナインの中での出来事だよな。でも、恐ろしい竜とか言うからさ。人食いの竜かと思ったけど、もう人食いの竜はもういないもんな。さあ、見えざる魔人の道、そのヤヤクとかの話でさ、出てくるじゃんか。なんだっけ、息子の名前。ヤヤクとハリマか、ハリマ様が竜になってて、そのことを言ってんのかなと思ったけど、まあ違うよな。まあとりあえず、見えざる魔人の道行きましょう。行くぜ。なんか変な戦士がいる。なんだこれ。すごいピンクの戦士がいるんだけど。そこは同じ景色が続くな。目印でもつけないと自分がどこにいるのかわからなくなっちまうぜ。予知族曰くこの場所は腕試しをするのに最適なのだそうだ。機会があれば俺も挑戦してみたいものだな。予知族ちゃんたちに聞いたんだけど、この場所って知る人ぞ知る伝説的な聖地なんですってよ。一見普通の洞窟にしか見えないけど、一体何が伝説的なのかしらね。私にはよくわからないわ。こういう入り組んだ場所では、どこから魔物が出てくるかわからないわ。油断してはダメよ、ノッツォ。なんかここってば、道がうねうね入り組んでてまるで迷路みたいね。ちょっとノッツォ、あんたは来た道を覚えておいてよ。ちゃんと帰れるようにね。最悪リレミトを使えばなんとかなるわ。今あそこの物陰を、銀色の何かが素早く駆け抜けたような。気のせいかの。メタルスライム系のこと言ってないか、じいちゃん。やっほー。私の声が岩に反響して帰ってくるまで、時間がかかりましたわ。随分広い洞窟のようですわね。君は？もしかして君も僕に文句を言いに来たのか？はい。そうか。でも僕には文句を言われる心当たりが本当にないんだ。実を配った時はここにたくさんメタルキングがいたのに、どういうことだろう。地図？なんかあったな。世知辛通信かなんかで。わかんねえけど、探索するか。うわー、待て。キラークラブ、お前、すんげえ、よだれ垂らしとんな。レッドサイクロン、すげえ強そうだな、この階層は。あと普通に攻撃するか。んとか言ったけどごめん。弱いわ、多分。弱いです。200前後で倒れるんだったら弱いな。このクラブさんはちょっと強い？あ、そんなことないわ。経験値は？あ、でもそれなりにもらえるか。手間の人数いて3000ももらえないだとしたら弱いな。
あ、こっちは特にないか。オッケーオッケー。うわ、来た来た。この赤いやつさ、この世界に来てから見るようになったけど、現実にはいないよね。現実とか、イレブンの世界には、いないキャラクターだよね。アンチュベロニカ、マヒャドにしとくか。キラークラブが一発で倒れるとは思ってなかった。まあ、これで多分倒れるでしょう。オッケー。アサシンブラッドって名前がもうかっこよすぎる。金色の宝石。魔法の聖水。うわ、ナイス。うわ、これはまた魔法の聖水大量にゲットできんな。前、カラーストーンの時のさ、爆弾岩とか、めちゃくちゃ落としてくれたからね。アローインプ。じゃ、分回し、死骸のあるやつ出てきたな。こういう大量に出てくるやつを分回しで倒すのがめちゃくちゃ気持ちいいんだよ。もう全体技でね。すぐ死ぬ。すぐ死ぬ。いや、気持ちいいわ。ベロニカのレベルがアップする。意外に祭壇来てから、割とアップしてるよね。でも99まで行こうと思ってやっぱメタルキングを積極的に狩らないと、やばいかもな。下に行くよ。あ、宝箱ある。なんだろう。聖者の歯。聖者の歯。最高。いや、魔法の聖水がめちゃくちゃ手に入る。うーわ、広すぎ。おー。あ、毒リンゴみたいなやつがいるんだけど。ケミカルゼリー。なるほど、ゼリーの上にリンゴみたいな感じが。そしてアンクルホン、ちっちゃいな。こう見ると。まあ、普通に切るだけで倒せそうな感じは、するけどな。どうしよっか。神をアンクルホンに仕向けた方がよかったか。あー、そんなこと関係ないわ。あまりにも耐久がなさすぎて。飛んでいった。てか、両手剣だけども、一発500は強いよね。よう考えたら。わ、行き止まり。いない。さあ行こう。階段を探していけば、ああ、どんどん下ってけってことか。さあ、ということでやっていきましょう。階段がある。ここを降りていくか。多分3階層目だと思う。全然道覚えてない。もう帰りはリレミとダヨリや、俺は。うわ、どれかミミックやな。信仰の種。なんか女の人いる。器用さの種。あら、どうしたの旅の方。え、正体を暴けるようなものについて何か知らないかってつって。正体を暴けるようなものをね。もしかして、暴きそうなことかしら。それなら私が持ってるわよ。私には必要ないものだし、そんなに欲しいなら、あなたにあげるわ。はい、どうぞ。ノッツォは暴きそうをもらった。あ、暴きそうを手に入れた。ライフコットにいるターニアに報告しに行こう。ライフコットかい、なんか、そっか。なるほどね。これ多分6のやつだわ。ここでもらえるんだ。てかもうないんでいろいろと済むな。でも、ね、踊る宝石いる。俺、こいつ好きなんだよな。スライムモリモリだと、モモンジャの尻尾生えてるけど、逃げんの早いんだよ。てか、踊る宝石こんなところで見れるのは。なんか意外に耐久があった記憶あるよ。踊る宝石って。そっか。あ、そんなになかった。俺の言ったことが嘘になっちゃうじゃん。金のブレスレット、いいね。お前、そんなかっこいい見た目なのに、お前、バフン落としてくんかいっていう。暴きそうか。あ、下の階のやつ。あ、少なくとも6もこれでクリアしたし、立夏の宿屋に行けば、サンタローズのパパスも生き返らせるっていうか直せることができて、もう5と6コンプリートできそうだね。この時点で。おう、スターキメラ、地獄の鎧。地獄の鎧はマジ彷徨う鎧と見分けがつかないけど、多分ちょっと青色が地獄の鎧だよね。てっぺんの。あ、こんなんでいっか。スターキメラ。弱い。弱いね、君たち。下に階段があるのはわかるけど。最高。
いや、でも、この世界の魔物ってめちゃくちゃ物を落とすようなイメージ。あ、待って、ズッキーニの。ブラックベジター、こいつ見たことあるっけ？いや、現世にもいた記憶はあるけどな。ビルブラックベジターか。まあ、これでいっか。槍に対して槍に。槍には槍よ、みたいな感じ。ブラックベジターかっこいいな。あいつら 3D で倒されるとさ、自分の槍が自分の腹に刺さるっていう、悲しきモンスターでしたからな。あれは敵ながら見てて、かわいそうに思うよね。さあさあ階段に行きましょうか。たたたたたた。行くぜ。魔物のエンカウント率はもう相変わらずだけどね。うわ、また下のやつ見える。でも宝とか欲しいし。いや、下行く階段あるんだけど、まあちょっと探索しようや。宝箱とか、あるかも。さあ下行きましょう。宝箱がありそうな雰囲気。え、なんだ、ゴールデンゴーレム。ああ、こいつは、あれか、最初の魔王城にいたやつだよね。見覚えあるわ。あんまりこの姿の魔物と戦わないから、ちょっと、テンション上がるな。ゴールデンゴーレム。そう、最初の魔王だね。最初の魔王。あの、勇者の剣を持った魔王。あの魔王ってさ、正直、その杖持ってた時の魔王のがイケオジだったけどさ、あの、世界中とか、あの、勇者の剣を持った時点の魔王って、正直ブサーってなってたじゃん。でも、その後に出てくる邪神の方があまりにもあれだったから、あれはあれで、あの魔王はかっこよかったんだなって知るっていうね。まあ、俺の中の感想だけど。うん。いやー、にしても本当に魔王ね。2個目の魔王もかっこよかったんだなって思うようになった。さあ、行こうか。階層が多いだけでそんな大したことないか、もしかして。まあ、入り組んでるって言うけど、そこまでなんか行き止まりが結構多いから。さあ、行こうか。入り組んでるって言うけど、まあ、行き止まりが多いから結構楽だよねって言おうとした。さあ、宝箱もありますよと。命の木の実。まあ、また宝箱が。宝箱、あ、これか。5000ゴールドいいね。結構でかい。あ、もういいんか。もういったもんね。さあ、下降りてっても大丈夫だよな。オッケー。もう何回そうめんな、ここ。教えてほしいわ。てか、ゴールド50万も。50万も貯まっとっても武器とかなんやら買ってたらね、すぐなんだよな。素早さの種。広いね、でもね、してもね、何回染め今。もう数えてないけど、最初から数えてないからもう何回かわかんねえやっていう、なんかいる。なんか変なやついたんだけど、気のせいか。お前だけなんか特殊ビジュアルだな。なんであんなビジュアルなの？いつもなんか羽生えてなんか変な化け物なのに。なんでお前だけなんかドラゴンらしい見た目なってんの？フィギュア女神の果実を食べた僕の力を思い知れ、すべてを破壊し尽くしてやる。ああ、こいつか。もう食べてしまったんならもう吐き出させることはできないよね。何その悪魔の実みたいな感じでさ、死んだらどっかに宿ってまた取れるみたいな、そういう感じなんすか。終焉流エンドドラゴン、エンドラゴンってめちゃくちゃかっこええな。名前がめちゃくちゃかっこよすぎる。心眼一線で、あーなんか氷が効きそうな見た目なんだよな、ドラゴンって。なんか、ドラゴンには氷っていうイメージなんだけど、まあ、それはもうポケモンだよね。マヒャドを唱える。全然効いてないんだよな。弱。名前が大層なだけあって、なんだそりゃ。がっかりさせやがって。終焉流エンドドラゴン。いやー。僕の力が消えていく。なんと、終焉流エンドドラゴンはスライムに変化した。え？ごめんよ、僕は悪いスライムじゃないよ。ただ僕の考えた最強のドラゴン、終焉流エンドドラゴンになれたらって思ってただけなんだ。
がっしりした体に大きな翼、長くて黒い角に三本の尻尾。そんな強いドラゴンになってみんなを驚かせたいって空想してたら、金色の果実を見つけて後のことはよく覚えてないや。でもちょっと調子に乗って大暴れしちゃったような気がするよ。迷惑をかけたんだったらごめんね。もう二度とこんなことしないから、そうだこれを君にあげるよ。お、女神の果実を手に入れた。天使界にいるイザヤールに届けよう。ごめんよ。かわいいな、このスライム。でも、なんでビジュアルはあいつだけ大層なビジュアルしてたんだろう、マジで。あ、そっか。スライムが考えたってことだから、あのなんか黒い翼生えてる、あれじゃ伝わらないもんね、確かに。見た目がね。あ、なんか最後らへんっぽいな。あー、なにこれ。え、なに？え、どうすんのこれ。あれ？何すんのこれ。そういえば、何の依頼だっけこれ。ここの場所って。あれ？何の依頼だったんだこれ。こいつを倒すためのだけのためのあれか？そうじゃないよな。こいつか？もしかして君は僕に文句を言いに来たのかい？で、はいって言ったらあかんだね。言い返してみるか。え、違うの。そういえば確かに君は宝の地図は持ってないみたいだね。宝の地図ってのは使うと洞窟が現れる不思議な地図でね。今冒険者の間ではそれを交換するのが流行ってるんだ。この見えざる魔人の道は僕が見つけた宝の地図を使ってできた洞窟なんだけど。この洞窟はすんごいんだぜ。なんたってあの幻の モンスターメタルキングがワンサか出るんだから。僕はもう嬉しくってね、地図に自分の名前を書いて人がたくさん集まる場所で配りまくったのさ。だけど数日後、宝の地図を受け取ったみんなが僕のところに怒鳴り込んできたんだ。偉い地図を渡してくれたな。お前の地図はもう受け取らないって。それで何事かと思ってこの洞窟に様子を見に来たんだけど、僕の力じゃ奥まで進めないんだ。ねえ君、お願いだよ。僕の代わりにこの洞窟の奥へ行って何が起きてるのか調べてきてくれないか。うわ、最悪じゃん。さっき行ってきたばっかなんだけどな。見えざる魔人の道にいる戦士に自分の宝の地図を受け取った人々がなぜ怒ったか洞窟の奥へ行って調べてきてくれないかと頼まれた。報酬はメタルのかけら。ありがとう。いや、助かったよ。僕にはもう一緒に洞窟に潜ってくれる仲間もいなくってね。僕が以前この洞窟に来た時はメタルキングがよく現れる以上、特に変わったところのない洞窟だった。洞窟の奥に行き、僕とみんなの気持ちがすれ違った原因が分かったら、ついでに解決してくれ。頼んだよ。ああ、すれ違い。見えざる魔人の道にいる。戦士は自分の宝の地図を受け取った人々が、なぜ起こったか原因を知りたいようだ。見えざる魔人の道の奥へ行き、何が起きていたか解決してあげよう。ああ、行くしかねえじゃん、じゃあ。ここから先は行かない方が良さそうだ。意味がわからん。さあ、この奥に多分いるんでしょうね。その張本人が。さあ行きましょう。ええ、メタルキングじゃないの？すごいでかいんだけど。戦うか。おほう、また我が角の餌食となる者が現れたが、まあ、喋るの？我が名はウルトラメタキン、この見えざる魔人の道の支配者なり。我は決して逃げぬ。我は決して逃げぬ。冒険者ともに復讐するため、あの方の力で生み出された最強のメタルキングなのだ。なるほどね。メタルキング駆られる存在だから、その復讐に燃えたメタルキングが力を得たってことだ。欲望をむき出しにした冒険者ともに、執着に追い回される屈辱の時代は終わった。今や我が返り討ちにする時代なり、ここの宝の地図が冒険者に広まる限り、我への復讐は終わらぬ。簡単に戦いの経験を得ようなどという淡い夢を抱いたふざけた冒険者は、この我が全て一掃してくれるわ。逃げずに戦ってくるウルトラメタキンか。なんだろう、聞くのかな。ちょっと普通に攻撃してみるか。マルティナさんは、一応、雷戦一戦好きで、神はもうあれだ。会心必中。あ、ベロニカは普通に攻撃か。
オッケー、会心当ててかないと。あ、普通に食らうな。普通に、あ、弱。弱すぎ、ワロタ。経験値はちゃんとメダルキングぐらいの経験値はもらえると。ありがとな。お前を倒して俺は経験値を得たわ。てかごめんな、俺も、ここまで強くなったのはメダルキング今日買ってきたからなんだ。その冒険者と俺って一緒なんだなって。ゆきく、まさかこの我が敗北するだと。いかん、このままでは、術が解けて。はわわわ、大変な、あの方にかけてもらった合体の術が解けちゃったよ。あ、メタルキング3体でさっきのでっかいメタルキングになってたんだ。やばいやばいよ。これじゃあもうすごい呪文が使えない。上、かくなる上は、逃げろー。メタルキングたちは逃げ出した。冒険者たちを苦しめていたウルトラメタキンを倒した洞窟の入り口にいる戦士に報告しよう。めちゃくちゃ可愛かったな、さっきの。メタルキング3体出てきて逃げろーって。すげえ可愛い。さあ、ということでこの戦士に話を、聞こうかってか話そうか。待ってたよ、洞窟の奥はどうだった？みんな怒らせた原因は分かったかい？え、メタルキングたちが合体して冒険者たちに復讐してただって？どうだったのか。それで地図を受け取ったみんなは僕のところに文句を言いに来てたんだね。復讐されるなんて思ってもいなかったな。だって冒険者にとってメタルキングは憧れの存在。メタルキングを深追いして痛い目を見た冒険者はたくさんいるだろう。僕たち冒険者とメタルキングは互いに切磋琢磨して強くなっていく。それでいいと僕は思うよ。さて、君のおかげでこの洞窟にも元通りメタルキングが出るようになった。本当に感謝してる。これはお礼さ。え？ってことはエンカウントにメタルキングが混じってることもあんのか。まあ、今更メタルキングではちょっと経験値不足なんで。まあまあ、レベルアップするんだけど。やっぱメタルキング今日倒すとね、ちょっとあっちが気持ちよすぎるんで。あれはもうやめられないよね。僕はこの宝の地図をまたみんなに配ることにするよ。いつかこの地図を受け取った冒険者の中から世界の危機を救うようなスーパーヒーローが現れてくれることを願ってね。ああ、世知辛い。この冒険の書っていうのは、要は世知辛い通信で渡せるんだよね。まあ、友達同士とかで。その一人がこいつってことや。なんでこれ上に行けないなと思ったけど、これ下に下がってくあれだったわ。うん。上に登らない方がいい。さあ、天使会に来て、金色の果実をこの人に渡そっか。この感じもしかして女神の果実が見つかったのか。イザヤールに女神の果実を渡しますか。ノッツォは女神の果実を渡した。これはまさしく女神の果実。ありがとう、まさか人間が天使の私を助けてくれるとは。さあ、俺の品を受け取ってくれ。星のオーラって何？おお、地上に落ちた女神の果実が、スライムを凶暴なドラゴンに変えたと。それは確かにあり得ることだな。女神の果実には計し知り知れない力が秘められているのだ。だから魔物たちの手に渡らないよう厳重に管理しているのだが、今回の女神の果実の消え方はあまりに突然で、防ぎようがなかった。もしかしたら私の力を超える何者かの仕業だったのかもしれない。旅を続けるなら君を気をつけてくれ。まあよかったな。パンパン。クリア。果実か。大事なものなのかな。あ、暴きそう。これも、私に行きたい、行かないといけないと。魔法を防ぐ結果を作り出す人々の心の結晶。でもこれ初めてゲットしたよな。人間たちの感謝は星のオーラという結晶になり、星のオーラで満たされた世界中は美しい実を結ぶ。それが女神の果実だ。私たち天使の仕事は星のオーラを集め、女神の果実を実らせること。あのまま女神の果実が失われていれば、何十年分もの働きが無駄になっていた。女神の果実を見つけてくれてありがとう。よかったよかった。さあ、ということで、6の世界、ライフゴッドだっけに来ました。で、これがお兄ちゃんなんだけど、妹ちゃんにこれ渡そうか。あ、お帰りなさい、旅人さん。どう？正体を暴けるものについて手がかりは見つかった？ノッツはターニアに暴き草を手に入れたことを話した。まあ、それを使えば偽物のお兄ちゃんの正体を暴くことができるのね。
わじゃあ早速その草を偽物のお兄ちゃんに使ってみて、みんなの目を覚ましてあげましょう。行くぜ。うん、もしかして君も僕のこの輝くカリスマ性に憧れてるのかい？見たところ君も素朴な感じだけど、僕でもこんなにかっこよくなれたんだ。君も都会デビューしてカリスマになろうよ。偽物のターニアの兄にアバキスを使いますか？はい。ノッツは偽物のターニアの兄に向かってアバキスを投げつけた。わ、何をするんだ？キャー！うわぁ、来た、魔物。キャーキャー、魔物よ、魔物よ。何をあのダッサい魔物は、私のカリスマ様は一体どこに行ったのよ。やっぱりあのお兄ちゃんは偽物だったんだわ。まさか魔物に化けていたなんて。さあお願い旅人さん、お兄ちゃんの名を語る悪い魔物なんかやっつけちゃって了解。ゲゲゲゲゲゲ、いつの間にか、オラの姿がカリスマじゃなくなっとるど。あの方の力でせっかくイケメンに変身させてもらったのに、どういうことなんだどう、うが。魔物はとても怒っている。この魔物と戦いますか。かっちょいいお兄ちゃんになってターニアちゃんに甘えてもらいたかったのに、おめえのせいで全部パーだと。おめえなんか、めっためったんのぎっちょんぎっちょんにしてやるから覚悟するど、うが。ははははは。臭そう。言っていい？臭そう。臭そうだから、お前。てか、お前の見た目だったらデカすぎるやろ、絶対に。どうあんなシュッとすんねん、お前。教えてくれ。偽お兄ちゃん。偽お兄ちゃんっていう魔物なんだ。笑う。もう全力で俺もう、ターゲット潰すけど、お前のこと。でも、なかなか根性あるな、こいつ。倒れない。やるやん。ライドインパクト。偽お兄ちゃんはいいところを見せようとしてうんたらかんたらって。おお。だが全員の攻撃を耐え切った貴様は確かに強いのかもしんないな。鎮眼一戦。あ、強いな。倒れない、倒れない。あ、幻に包まれた。だ今、マヌーサーかかったわ、こいつ。この両手剣はね、マヌーサーをかけられるんだよね。え、ギガデイン？お前その見た目でギガデイン使えんの？いや、前なんか、さまようロトの鎧も使ってきたけど、びっくりさせられるな。ギガデインとかっつうのは勇者とかが使える技じゃないのか。鎮眼一戦。そして、こいつなんつう耐久してんだ？恐ろしい。飛べ。偽お兄ちゃん。会心。待て。マジ倒れないんだけど。いいところを見せようとしている。いや、いいところ見せようとすんのはいいけど、すごい耐えてくる。すぐ終わるかなと思ったけど。この世界に来て一番耐えたんじゃないか。2万。偽お兄ちゃん2万も持ってる。強かったな、こいつ。許してくれ、オラはただ、青いツンツン頭の兄貴に化けて、ターニアちゃんに好かれたかっただけなんだと。オラはもう悪さしねえって約束する。だからどうか見逃してくんの。な？な？まあ。本当になんか、このターニアちゃんにいいところ見せようとしてただけの魔物かもしんないから。許したるか。ありがてえ、あんたはターニアちゃんの次くらいに優しいな。心の友と呼ばせてくんろ。というわけで、オラはこの辺でおいとますど。それではさらば心の友よ。まあ一つ言えるのは、お前、ちゃんと風呂入れなっていう。臭そうだから。秋葉草を見つけてきてくれた上に、偽物のお兄ちゃんを倒してくれて、どうもありがとう、旅人さん。それにしてもあの魔物ったら、かっこいいなんて私が言うと思ったのかしら。何にもわかってないわね。だってお兄ちゃんはいつものお兄ちゃんだからかっこいいんだもん、えへへ。旅人さんにはすっかりお世話になっちゃった。これ、お礼に受け取って。オーロラの布切れを手に入れた。それにしても、本物のお兄ちゃんは一体どこに行っちゃったのかしら。そろそろ帰ってきてもいい頃なのに。まあ、精霊の祭りの準備をしながら、ゆっくり待つことにするわ。本当にありがとう、旅人さん。見えざる魔人の道にいた冒険者からもらった。アバキソを使い、魔物の正体を暴いた。偽お兄ちゃんに化けていた魔物を倒そう。カリスマお兄ちゃん帰る。
わーはー、待ってる。偽物の兄ちゃんがいなくなったのはいいけど、本物の兄ちゃんはどこで寄り道してるのかしら。もう帰ってきてもいい頃なのに。もうお兄ちゃんったら、ああ、村の祭りで着る精霊役の衣装、早くお兄ちゃんに見せたいな。すげえお兄ちゃんラブだ。あれ、あの女の子たちどこ行ったんだろう。あまりの臭さにやられて、あはは、いた。何がカリスマ様よ、あんな魔物に騙されていたと思うと全く腹立たしいわ。やっぱり男はカリスマ性より誠実さで選ばなきゃね。女を騙す男なんてダメダメよ。カリスマ様のごたごたのせいで随分時間を食っちゃったわ。さあそろそろ精霊様を迎えるお祭りの準備をしなくっちゃ忙しくなるわよ。いやーせっかくライフゴッドからカリスマ的なスターが生まれて世界に羽ばたくと思ったんですがね。でも偽物だって分かってターニアちゃんも嬉しそうだし、よかったよかった。いやーしかし驚いたな。村の若者がカリスマになり、カリスマが魔物になるとはの。カリスマ祭りも捨てがたいが、やはりいつも通り精霊の祭りを楽しむとしようかの。にゃあ、お前は変わらないな。さあということで6終わりと。いいね。これがあれだよね。ターニアちゃんの お兄ちゃんだよね。多分。主人公がさ。さあ行きましょうか。立夏の宿屋。行きますか。はい。さあ来ましたわよ。あれなんか、色があるな。え、この戦士なんか見覚えがある。あ、酒場があるじゃねえか。たまには息抜きも必要だし、少し休んでいこうぜ、のっつ。ここには世界宿屋協会に認められた宿王と呼ばれる方がいると、予知族の方から聞いたのですが、そもそも世界宿屋協会ってどういった組織なんでしょうか。宿屋の世界も奥が深いですわね。ねえねえ、聞いてよ。この宿屋にはロイヤルルームっていうすっごくいい部屋があるんだって。私もたまにはそんないい部屋に泊まってみたいわ。ねえ、お願いのっぞ。50万ゴールドあるけど、止められるんかな。あら、ここの天使さんは随分可愛らしい女の子なのね。あんな年若い女の子が大きな宿屋を切り盛りしてるなんて、あの子なかなかのやり手みたいね。ここには酒場と宿屋、それから銀行に買い物ができるカウンターがあるようだ。冒険者が集うギルドといったところか、気の合う仲間を見つけ旅に出る。そんな冒険の日々を過ごすのも悪くないな。宿屋といえば、ロー様と二人で旅をしているとき、何回か不思議なことがあってね。私たち持ち合わせは少なかったのに、どうしてだか頻繁にスイートルームに泊まっていたの。泊まる前、ロー様が宿屋の主人に何やら耳打ちしているようだったけど、ロー様は何て言ってたのかしら。無料で止めさせら、してくれるから、うんたらかんたらとか、お前もしかして、じいさん、あんた、マルティナ姉さんお前出しに使ったんじゃねえだろうな。あ、ルイーダの酒場だ。あ、ここはルイーダの酒場。旅人たちが仲間を求めて集まる出会いと別れの酒場よ。あら、あなた、ちょっと私の話を聞いてくれないかしら。カウンターの裏側から話しかけてちょうだい。了解。リッカ、はあ。よく考えたら私なんてただ、宿王の娘に生まれただけの才能のない小娘。こんな私が宿王だなんて恥ずかしくって死んでしまいそう。もう宿屋なんて続けていられない。ロクサール、立夏様のことを心配ですが、私まで落ち込んでいても仕方がないですものね。というわけで、いらっしゃいませ、こちら。世界宿屋協会がお送りするスペシャルショッピングでございますわ。え、風邪をひいた村人たちのために最強の風邪薬を探している。まあ、それは大変ですわね。それでしたら、当店にお任せください。お客様の希望は必ず叶えるのが当店のモットーでございます。お金ならぬお客様のために最強の風邪薬を作って差し上げますわ。ただ、誠に申し上げにくいのですが、最強の風邪薬を使うには世界中の雫がどうしても必要なのです。というわけでお客様、世界一の雫を持ってきてくださいますか。お手数ですが、よろしくお願いしますわ。え、まあそれは世界一の雫。これで最強の風邪薬を作れますが、私に渡してくださいますか。世界一の雫ってのは普通のアイテムか。
ドクサーヌに世界一の雫を渡した。確かに受け取りました。それでは当店が責任を持って最強の風邪薬を作らせていただきます。では少々お待ちくださいませ。きっと次にいらっしゃる頃には完成していると思いますわ。ああ、でも一回出ないといけないってことか。宿王グランプリで優勝したって聞いたから、わざわざここへ泊まりに来たのに、受付の女がやたらと暗くて嫌いになっちゃったわ。リッカちゃんどうしちゃったんだろう。こんなところずっと暗い顔してるから、なんだか こっちまで元気がなくなるな。それはかわいそうに。あ、本は。ノッツは本棚を調べた。これは読んだ者の性格を変えることができる不思議の本のようだ。あ、おてんば辞典を手に入れた。必要な時に使おう。これゼシカじゃん。待って待って、これないんですんげえ。解決するんだけど、いろんなところが。やばくね？隣にいるリッカって子は、私の古い友人の娘で、かの宿王グランプリで優勝を果たすほどの才能がある宿屋人よ。だけど最近様子がおかしいの。一番大切な宿王としての誇りを忘れてしまったみたい。彼女を元に戻すには、王としてのあり方を説くような本を読ませてみるのがいいんじゃないかと思って。というわけであなたには、立夏が宿王の誇りを取り戻せるような本を探して持ってきてほしいの。引き受けてくれるかしら。立夏の宿屋にいるルイーだから、立夏に宿王としての誇りを取り戻せるため、王のあり方が書かれた本を持ってきてと頼まれた。報酬は天使の相馬。うふ、ありがとう。私、人を見る目には自信があるの。あなたならそう言ってくれると思ったわ。私は勘だけど、王のあり方が書かれた本は、騎士道を重んじるような国にあるはずよ。この世界では聞いたことがないけど、もしあなたの世界にそういう本、国があるなら、どこのお城で本を探してみてくれないかしら。ルイーダは立夏に宿王としての誇りを取り戻せるため、王のあり方が書かれた本が欲しいようだ。ルイーダの勘ではその本は騎士道を重んじる国にあるらしい。多分これサマディ王国だな。ってことはサマディに行かないといけないわけが。ああ、まず光物があるわ。これ、多分これだわ。なんとノッツォは王たるものを見つけた。ノッツォは王たるものを手に入れた。王たるものを手に入れた。立夏の宿屋にいるルイーダのところに戻って王たるものを渡そう。何王たるものって。これちなみにあれだ、王と王妃の寝室ということでね。ちょっとこう、借りますよ。まあこれぐらいいいでしょ。さあ戻ってきましたよと、このルイーダに渡しましょうか。待ってたわよ、王としてのあり方について書かれた本を見つけてくれたんでしょう。ロッツォは王たるものを渡した。ありがとう、王たるもの。まさに私が求めていた本だわ。早速、立夏に読ませてみましょう。立夏はルイーダから本を受け取り、王たるものを読んだ。王はいかなる時も自分を見失ってはいけない。王とは民の父、父として誇りを失ってはいけない。父が誇りを失えば子は悲しむ。子を悲しませる父に王としての資格なし。父が誇りを失えば心を悲しむ。あ、子は悲しむか。そうよね。宿王である私の誇りは、お客様を笑顔で迎え入れること。その誇りを失ったらお客様は悲しむわ。このままずっとお客様を悲しませていたら、私は本当に宿王の資格を失うところだった。私、大切なことを忘れていたのね。よかった、立夏がちゃんと気づいてくれたわ。あの明るい表情を見てあげて。これで立夏はもう大丈夫よ。本当にありがとう。私からのお礼を受け取ってくれる？天使の相馬を手に入れた。長女の笑顔を取り戻すなんてあなたには小さな出来事かもしれないけど、立夏のはみんなを元気にする特別な笑顔なの。あのまま落ち込んでいたら立夏の友人は心配のあまり、旅を続けられなくなってたかもしれないわ。つまり、あなたは立夏だけでなく、その周りのたくさんの人を元気にしたの。それだけは忘れないでね。ありがとう。サワディ王国の王の寝室で、王たるものという本を手に入れた。立夏の宿屋にいる ルイーダに、王たるものを届けよう。ルイーダってなんか、他にクエスト、あったよな。あ、特にないか。私、当たり前のことを忘れてた。宿王である私が笑顔を忘れると、
来てくださるお客様を笑えなくなる。そうよ、私に司教の資格があるかどうかなんてどうでもいいことだったわ。お客様一人一人を大切に心を込めて笑顔で迎え入れる。それが私の誇りなの。よかったわ。あの立夏ってこう体調でも悪かったのかしら。これまでとは違うキビキビしてるけど、思いやりのある動作で見てて気持ちがいいわ。リカちゃん、いい笑顔だよ。あの顔を見てると今日も一日頑張ろうって元気が湧いてくるんだ。よかったよかった。いらっしゃいませ。こちら世界宿屋協会がお送りするスペシャルショッピングでございますわ。お客様、お待たせいたしました。依頼のあった最強の風邪薬がついに入荷されましたわ。それでは最強の風邪薬一つ2500ゴールドになります。お求めになりますか？はい。買わされるのこれ。ただで作ってくれるんじゃないんか。ご利用ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。最強の風邪薬を手に入れた。風邪が流行っているサンタロースに戻って、山頂に最強の風邪薬を渡そう。いや、ちょっと待って。材料費はかかってねえだろうな。あの、制作費だよね、この2500ゴールドは。あとは手配費か。材料費はかかってないはずだよ。だって、俺が渡したんだから。おお、来た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 。これで9が終わりと。さあで、9も終わったんだけど、実はこれ5も8も終わらせられるんだよね。で、5終わらせると多分、2も終わらせられるんですよね。で、結構今回終わらせたから、8終わらせたら、次回ね、残り終わらせたいなと思います。はい、ということで、行きましょうか。ジェシカを元に戻してあげないと。さあ、ちょっとエッチになっちゃったジェシカちゃんがね、いるんですよ、これ。うふん、素敵なお兄さん、ボッキュンボンな私とパフパフしないって。待っていたわ、ジェシカの性格を元に戻すための本を持ってきてくれたのよね。どれがその本なのかしら。豪傑、いいえ。まさかエッチな本をジェシカに読ませるつもり。いいえ。おてんば辞典ね。これをジェシカに読ませればいいの？はい。ジェシカはおてんばなんていう言葉、簡単な言葉で表せるような娘じゃないけど、とりあえずこの本読ませてみましょう。アローザはゼシカにおてんば辞典を読ませた。ゼシカ、気分はどう？お母さん、なんでこんなところにいるの？もしかして兄さんの敵討ちは無理だって決めつけて私を連れ戻しに来たのね。いやいや、絶対に帰らない。私はどんなことがあっても絶対に兄さんの敵を討つわ。それが自分の信じた道だもの。あなたって子は本当に私の話を聞く気がないのね。強情で一体誰に似たのかしら。そんなこと言っていつも私の話を聞いてくれないのはお母さんの方じゃない。ふふな、何笑ってるのよ。お母さんはいつだって。ありがとうございました。この性格は確かにうちのゼシカです。気持ちばかりの幸せが受け取ってください。ノッツォは女神の無知を手に入れた。ちょっとどういうことよ。全然わけがわからないわや。うふふ、いいのよ、わからなくて。もっとゆっくり顔を見せてちょうだい。どうしたの？今日のお母さん、なんだか変。本当にお世話になりました。ゼシカの旅のお友達から詳しく聞いたところ、この子の異変は魔物の仕業の可能性があると。ゼシカを元に戻したことで、あなたも狙われているかもしれません。どうかこの先もお気をつけて。夕暮れのラパンハウスでアローザから娘のゼシカの性格を元に戻す本を持ってきてほしいと頼まれた。性格が変わる本はアリアハンという国にもあるようだ。アリアハンでもらったのは豪傑の本ですね。もうお母さんが優しいなんてなんだか変だわ。背中がムズムズしちゃう。ゼシカ様は奥様も本当は互いを大切に思っていらっしゃいます。でもなぜかいつも喧嘩ばかり。今もたまに喧嘩なさっていますが、お二人からは以前とは違う、どこか優しい雰囲気が感じられるのです。うんうん、ゼシカはああいう性格でないとダメだべさ。元に戻ってみたいで、めでたしだなや。ところで、ラパンハウスに伝わる、もうこれはいいっすね。やったことがあるから。ゴロゴロゴロ。おにゃーお。はい、ということで、今回はここまでにしたいなというふうに思います。女神の無知。お礼に女神の無知をくれるってのもマジ笑うよな。ちなみにこれシルビアさんが装備できるやつなんかな。そんな強くないのかな。装備したいところだけど。
これを、渡す。シルビアさんに渡して、はい。装備しちゃった。多分弱いと思うんだよな。装備したけど弱いよね。ああ、弱いわ。これ装備の方がいいか。なんか女神の鞭ってなんか合いそうだから、渡してみたけど。弱かった。はい、ということで今回はここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。どうでしょ。あ、待て。その前に、石像戻ったかちゃんと確認しないと。ごめん。ちゃんと石像立ててからじゃないと、終われねえわ、これ。はい、ということで、今度こそですね、終わりたいなと思います。はい。チャンネル登録と高評価お願いします。どうでしょ。